新生駅、荒尾駅は、千葉県銚子市新生町に、かつて存在していた、日本国有鉄道、国鉄総武本線の貨物駅である。新生駅は、総武本線の終点である、銚子駅からさらに東へ0 8キロメートル進んだ、先に設けられていた、貨物駅である。したがって、東京駅起点1 2 2 2トルに位置する、 この駅が長らく総武本線の終点であった。調子駅が調子の工場地区や漁港などから離れた位置に開設されたため貨物の取扱い上不便であり、よりそうした地域に近い場所に新生駅が開設された。こうした関係から調子駅では小口扱い、手荷物輸送が多く、新生駅では貨物輸送が多かった。もともとは 総武鉄道が線路建設に用いる砂利を輸送するために開設したものであった。調子駅から東へ線路を伸ばし、調子電気鉄道の線路に一旦合流し、妙剣道踏切で再び分岐して北の方へカーブし0 8トル行った先に存在していた。駅構内には行き止まりの側線が並んでいた。また、調子駅側、新生駅構内西側の 本線北側には、山佐醤油の醤油工場とつながる専用側線が存在していた。また同じく、銚子駅側の本線から北へ分岐して、千葉県所有の専用側線があった。この専用側線は、通称臨港線と呼ばれ、新生駅から約 1.0km の線路を伸ばして、銚子漁港に至っていた。銚子漁港中央市場の前まで線路が伸びていた。 発送品は、味噌醤油、生鮮魚、動物飼料など、到着品は、大豆類、石油類、麦類などであった。発送品は、醤油工場の町であることや、漁港の町であることを反映している。到着品の大豆類、麦類も、醤油工場の原料であり、また石油類は主に漁船の燃料として用いられる、ものであった。貨物列車としては、 明確に設定されておらず、入れ替え作業の合間に、調子駅まで連絡する列車を走らせていた。入れ替え作業は、調子駅との間の線路を用いて行われ、踏切を長時間にわたって遮断するとともに、調子駅付近で線路を強用していた、調子電気鉄道の列車にさえ遅延をもたらしていた。入れ替え作業には、桜木管区の8620型が長く、用いられた。 昭和40年代には C58 型に変わり、さらに最末期にはデジュー型が用いられていた。夜の貨物列車を引いて調子駅に到着し、1日調子駅、新生駅やそれに関連する専用線の入れ替え作業に従事した後、夕方の貨物列車を引いて戻っていく運用が一般的であった。総武鉄道が総武本線の桜。 長子間建設に用いる砂利を輸送するために1898年、明治31年11月14日付で、当局に線路の敷設と列車の運行に関する届けを出したのが、最初の記録と考えられる。トネ川の水運で砂利を運び込み、新生駅から工事列車で積み出していたと考えられる。その後の経緯が文書で明確に残されていないため、正式開業後の線路、 駅との関係が不明であるが、白土貞夫はこの砂利輸送船が直接申請駅と、そこへ至る貨物船になったと推測している。正式には、1900年、明治33年に1月28日に免許を得て、3月28日に開業している。この開業に関して、調子志士では、他の都市が鉄道への反対運動をしたのに対して、調子だけが鉄道を歓迎し、 長子駅、新生駅の用地提供を行ったと、鉄道機秘伝説のような記述をしているが、白土サ田オはこれに対して出典が不明確であること、執筆者がフィクションを史実として、発表を繰り返してきた前のある人であること、砂利運搬船を転用した貨物船であると考えられることなどから、単なる憶測に基づいての記述と考えて、差し支えないとしている。臨港船は、 長らく建設が計画されていながら、日中戦争の影響を受けて中止されており、トラックによる輸送が行われていた。しかし戦争が激化し、運転手やトラック、燃料が不足したことや、食料の調達が困難になり、東京都民に提供される魚介類の調達を図る目的で、臨港線を建設することになった。60件の建物を撤去し、 総工費九十八万円の七十六パーセントと資材のすべてを東京都が提供して九百四十四年昭和十九年十月一日に開通した。ここから両国駅まで貨物列車で輸送し都電の引き込み線を設けて都電で築地市場へ輸送された。終戦後、急に本軍の残した兵器や弾薬の処分のためアメリカ軍により調子置きが 海中陶器場所として指定され、輪行船がその輸送に用いられた。1945年、昭和20年10月15日から7ヶ月かけて、関東地方一円から約4800両の貨車により、約7万2000トンの兵器、弾薬類がこの輪行船を経由して輸送され、漁港から漁船などで積み出されて、海中陶器処理された。 市街地の中を通って危険物を輸送する作業であったが特に事故は発生しなかった。1946年6月6日、お召し列車により昭和天皇が調子を訪問した。この際、空襲により調子には天皇が宿泊するような旅館や邸宅が残っていなかったため、お召し列車を新生駅に改装してその車内で一泊するということがあった。校内の警備は アメリカ軍憲兵が担当していた。臨港船は、船魚輸送が、トラック輸送に切り替えられるなどして、輸送量が落ち込み、1959年、昭和34年頃から休止となり、1968年、昭和43年頃には、線路が撤去された。新世紀自体も、1978年、昭和53年3月31日の、 営業限りで廃止となった。1978年3月31日貨物、営業最終日時点。銚子駅の東側にある、病見道踏切のすぐ東で、北の方へ分岐してすぐ車止めになっている線路があり、これが新生貨物駅に通じていた線路の跡である。この踏切は、銚子電気鉄道線の区間上にあるが、現在も、 総武本線の踏切として扱われ、東日本旅客鉄道、JR 東日本の管理となっている。その先の線路跡は、民家と駐車場になり、さらに山佐醤油の工場用地の一部となっている。新生駅の跡は、銚子市が1982年3月に買い上げて、中央緑公園となっている。公園には、新生駅の跡であることが明記されているが、 駅であったことを伺わせるものは残っていない。臨港線は山佐上湯の工場用地になった部分と駐車場や道路となった部分があり、北側は線路跡を利用した道路が存在している。漁港内では木回し線のあった場所などが駐車場となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。